はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、三井住友ナンバーレスを使うなら、スタンプ設定は必ずすべき。特典内容や設定方法を解説ということで、今回は、三井住友カードに関する情報ですね。この動画では、三井住友ナンバーレスはもちろん、三井住友カードを持っている方であれば、設定しておいて損はないことがありましたので、そちらについてお伝えします。すでにご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、おさらい程度に聞いていただければな、と思います。それでは、行ってみましょう。 ま、ちょくちょくね、僕が動画でお伝えさせていただいているこちらの三井住友ナンバーレスはもちろんこちらの最近登場したね、三井住友ナンバーレスのゴールドカード。まあ、こういった三井住友カードを持ってる方であれば設定した方がいいというものなんですが、それがこちら500円以上利用のスタンプということなんですが、こちらですね、僕実は最近設定をしてですね、今までこのナンバーレスのカード自体は3ヶ月ぐらい、3ヶ月ちょっとぐらい今使ってるんですが、全然設定をしてなくてですね、まあ、損はしてないんですけども、ちょっともったい いなないいことをしたっっててう,うにも思ってますで、その、ベッド設定が必要ということなんですが、これはちょっと後ほどお伝えします。ちなみにですね、そのスタンプカードの画面はご覧のような画面となっております。こちらの画面ですね、三井住友カードを持っている方であれば VPAS s アプリを入れられてると思うんですけども、この VPAS s アプリの中の一部となっております。この画面は一つね、スタンプを溜まってる状態でして、まあ、ちょっとね、このスクリーンショットがちょっと前のものなので6月になってるんですけども、特に気にせずご覧ください。で、ここにも出てるように、アプリで500円以上の利用通知を受け取る スタンプが貯ままりますということですね、まあ、ここにもね、プレゼントマークが入ってるんですけども、ご覧のように20個貯まると得点が必ずもらえるっていう風なものとなっております。 で、そもそもですね、スタンプが20個も貯まって何がもらえるのっていう話なんですけども、まあ、実際のページを見ながら見ていただきたいと思うんですが、今回の特典という風に出ておりまして、これですね、その月ごとに特典が変わるみたいです。スタンプを達成した方には、以下のプレゼントのうち、どれか一つが必ず当たりますと。プレゼントを受け取りの際は、当選画面をブックマークしていただくようにお願いしますということですね。で、下にも出ているように、プレゼントその1、V ポイントギフトコード3万円分でこれめちゃくちゃいいですよね。 で、画面を下に下がっていただくと、吉野家のデジタルギフトが500円分。 で、次にプレゼントその3は31アイスクリームのレギュラーシングルギフト券。で、そしてプレゼント4は V ポイントギフトコードを50円分ということですね。これは7月の特典ということですので、おそらくね、その月ごとにプレゼント内容は変わってくるかと思います。まあ、少しね、注意書きみたいなところを見ていただきたいんですが、まずプレゼントの選択はできませんので、あらかじめご了承くださいということですので、まあ、この4つのうちの今月はいずれかが1つもらえると。で、上記のプレゼントは今回のスタンプカード達成分のみに適用されると。次回以降プレゼント プレゼントの内容変更となる場合がございますので、あらかじめご了承くださいということですので、まあ、その月ごとに特典の内容が変わると。 あとは、プレゼントは株式会社ギフティが発行するデジタルギフト券です。プレゼントのお受け取りページは株式会社ギフティのサイトとなりますということですので、なので V ポイントアプリ内ではなくて、まあギフティっていうね、まあ使われている方もいらっしゃると思うんですけども、まあそこで受け取ることができるということになります。で、もう少し下に下がっていただくと、まあこちらも見ていただきたいんですが、デジタルギフト券には有効期限があると、受け取り画面をご確認くださいということですね。で、有効期限が過ぎた場合は無効となるということですので、とりあえず受け取ったらなる早でまあ使って くださいといととうことで,す、ね、で、すねで早速ですね、スタンプがもらえる設定、いわゆるその利用通知設定をですね、僕もやってみましたので、まあ、参考にしていただければと思います。で、今回ですね、設定をさせていただいたのはこちらの三井住友カード、僕2つ三井住友カード持ってるんですけども、通常の三井住友カードですね、これビザブランドのカード僕持ってますんで、こちらはまあ V パスアプリから早速設定してみたいと思うんですけども、この V パスアプリの開いたらここにですね、利用通知でスタンプを貯めるっていうところがあるので、ここをタップします。この画面自体を見てたんです ここまで、全然、ね、目が止まっってなかったですねで実際にタップすると、ご覧のように、ご利用通知でスタンプを貯めて、プレゼントを受け取ろうということで、500円以上利用でスタンプが貯まりますよということで、画面をどんどん進んでいっていただいて、 こういった風に見ていただいた後にスタンプを確認するですね。これをタップすると、実際のスタンプカードの画面が出てきます。まあ、恥ずかしながらですね、もう何ヶ月もこのカードを持ってるんですけども、しっかりとスタンプは溜まってない状態でございます。で、続いてですね、このご利用通知サービスの設定ですかね、ここをタップすると、スタンプカードについての注意事項が出てきます。ま、いろいろ出てるんですが、ちょっと見ていただきたいのはここなんですよね。ビザクレジットカカーーードドは本サービスをご利用いいただけままませんととうこででででですすのあ、まあくまでも三井住友カードであればできますよと ということですね。で、ここにも出てるように、スタンプはアプリで税込み500円以上のご利用通知を受け取るごとに一つ付与されますということで、まあこういった注意点を見ていただいて画面を進みます。そして、ご利用通知サービスということで、ここからですね、早速手続きに入りたいと思いますので、手続きこちらというところをタップします。で、自分が設定している操作中のカードが三井住友カードビザであることを間違いなければ、現在の通知設定を見たらですね、利用通知サービスが設定しないの状態になっております。 おそらくですね、三井住友カードを作られた方は、デフォルトの設定が設定しないような状態になっていると思いますんで、これはご自身で設定する必要があるということですね。なので、この今回は変更するをタップします。で、今回は設定しないから設定するっていうところですね。チェックしていただいて、で、画面を下に下がっていただいて、通知の有無に関しても、通知するにチェックしていただいて、で、もう少し画面を下がっていただいて、通知方法のところがですね、まあ、メールってあったので、 vpass アプリでプッシュ通知も受け取るということで、まあ、ここにもチェック入れていただいて、これで確認するをタップします。で、今設定した内容の確認画面が出てきますので、いろいろと見ていただいて、問題なければ決定するをタップします。そしたらですね、これでお申し込みを完了しましたということで、これで設定が完了ということで、めちゃくちゃ簡単ですね。で、設定が完了したらですね、三井住友カードビザ様ということで、手続き完了のメールも来ますので、 こちらもぜひね、確認してみてください。でですね、僕のチャンネルを見ていただいている方ならわかると思うんですけども、僕、三井住友カードビザ、それと含めてですね、こちらの三井住友とナンバーレス、マスターカードも持ってますんで、こちらも設定する必要っていうのがございます。その理由っていうのがですね、これ三井住友カードの、まあ、スタンプについてのですね、まあ、注意書きみたいな公式ページから引っ張ってきたんですけども、複数枚カードをお持ちの場合、 カードごとにご利用通知サービスにお申し込みいただく必要があります。またカードの枚数に関わらず1枚のスタンプカードへスタンプが付与されますということですので、まあ、とりあえず複数枚持っている方はそれぞれ設定してくださいということで、まあ、早速設定したいんですけども、先ほどお伝えしたように、ビザのインペクレジットカードは対象外となってますので気をつけてください。で、設定方法なんですけども、今現在僕、三井住友カードビザの画面なので、この部分をタップすると、カード情報を切り替えることができます。これでね、三井住友マスター NL の画面になってますんで、これで間違いない なければここの利用通知でスタンプを貯めるを再度で,ですねタップしていただくとこの画面が出てきますでこの真ん中下のまたご利用通知サービスの設定をタップしてまたどんどんですね進んでいっていただきますご覧のように三井住友マスターナンバーレスの場合は利用通知サービスが設定しないの状態ですので変更するをタップしていろいろ入力していっていただくとこれで申し込みが完了ということになりますめちゃくちゃ簡単ですねで早速ですねこの設定をした上で実際に三井住友カードでですね決済してきましたのでどんな画面になるのか。 っていうところなんですけどもバッチリですね。真ん中見ていただいたらわかるように、プッシュ通知が届いてます。三井住友カードご利用のお知らせということで、この実際の通知をですね、タップして開くと、ご覧のような画面が出てきました。ご利用日が6月28日、まあ先月なんですけども、お買い物で1365円使ったということがわかると思います。 確か僕の中では使った記憶は先月まで開催されてたタッチ決済のキャンペーンだった気がするんですけども実際に溜まったスタンプカードを見ていただくと1つ溜まってる状態となりますなので1つ気をつけてほしいのはここなんですよね今回は僕の場合は1365円でスタンプが1個貯まってました最初僕ですねまあこのスタンプの内容のこと全然わからなかったのでまあ1000円使ったらスタンプ2個貯まるのかなと思ったんですけどもそうじゃなくてとりあえず500円使ったら1つ ま、その一つの会計ごとに500円だったら一つっていうことになるんで、ま、簡単に言うと500円のお買い物を20回したら、ま、スタンプが溜まって、ま、万円、約1万円の利用で特典をもらうことができるっていうことになります。もし認識間違ってたらすいません。なのでね、もしお買い物される方はですね、ま、ちょうどコンビニとかタッチ決済もそうなんですけども、500円ごとぐらいでもお買い物される方多いと思うので、ま、そこら辺ね、ご自身でぜひ調整してみてください。っていうことで、今回お伝えしたことをまとめると、今回の V パスアプリのスタンプなんですが、もらえる条件としたら まず VPass アプリ内で利用通知の設定を行っていただく必要があります設定方法は先ほどお伝えした方法で大丈夫ですのでサクッとやってみてくださいで、500円以上を決済すると1つのスタンプがもらえますですけども1000円とか使っても1つの会計が1000円ぐらいだったとしても1つのスタンプしかもらえませんので気をつけてくださいで、特典なんですが20個貯まると V ポイントギフトがもらえたりですとか毎月ですね特典内容がかかるみたいですので これはまあ一つの楽しみなのかなと思います。で補足として、複数枚持ってる方に関したらそれぞれ設定する必要がありますので、まあ今回のナンバーレスとかゴールドのナンバーレスなど発行された方はですね、設定されてない方はぜひ設定してみてください。まあそんなこんなと今回は三井住友カード V パスアプリ内でスタンプが貯まるということについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。いやほんとね、この三井住友カードはもちろんなんですけども、ナンバーレスも持って数ヶ月たと経つのに、この V パスのね、スタンプのこと全然知らなかったんです まあおそらく、もう、こういったのに詳しい方、視聴さんかなり詳しい方多いと思うので、今更感半端ないところではあるんですけども、今回ね、初めてナンバーレスとか、三井住友カードを持ちましたよって方はですね、ぜひ、まあ、この動画を見終わったら、とりあえず設定をしてみてください。まあ、このスタンプについての注意点などが記載された公式ページについてのリンクは概要欄に貼っておきますんで、詳細気になる方いらっしゃいましたら見ていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 thank